ちょっと。もしかよ。俺なんだ、忘れちまったのか、俺らのことは。あんまり偉そうに街歩いてっと、またボコボコにしまうぞ。俺らに会ったらちゃんと頭下げてけよ。ま、 とりあえず挨拶代わりに財布置いてけや、兄ちゃん。なんだよ、ブルっちまって声も出ねえか。ごめんなさい、すいません。 チンピラ相手に何やってんだよ、真島ちゃん。お前に遊んでる暇なんかあったかよ。女は見つかったか。遊んどるわけやない。俺には これから行かなあかんとこがあるの。へえ、どこ行くんだ。堂島組。堂島組、おい、どういうことだ。女は堂島組にいるのか。牧村誠は堂島組の殺し屋に撃たれた。何、島野の親父に言うとけや。 殻の一つ棒はもう誰のもんでもない。闇に葬られたんや。おい、どうなってんだよ真島、はっきりしろ。女は死んだのか。手離せや。俺はもう誰の命令も聞かん。お前、あの子のことはもうほっといたれ。 これ以上手出すんやったら島野の親父野郎が殺すで。俺は。お前まさか堂島組に行くって。堂島をやる気か、たった一人で。 女一人のために狂っちまったな、真島ちゃん。 狂犬みてえな顔してるぜ。やっと檻から飛び出したな。誰だ？おい、なんだてめえは。
マコトから電話預かってきた。おせっかいな殺し屋じゃ。親父、世良の野郎はまだ船に戻ってません。どうします？構わねえ、始めろ。へい。なんだありゃ。奴ら堂島組だ。完全に日教連を皆殺しにする気だぜ。俺らだけでいけんのか。やっと来たか。渋沢！おめえらの相手はこっちだ、キリュウ。てめえら。日教連だ！こっちも始めようぜ、キリュウ。柏木さん、風間組か。キリュウ、錦山、お前らは船だ。渋沢を追え。不当の連中は風間組が引き受けた。キリュウ、行こうぜ。
城からも来やった。柏木様何やってんだ。キル、心配すんな。だがいいから行け。渋沢をぶちのめすのは分かった。俺が銃を撃ち始めたら先に。よし。覚悟しろ。